何か買ったらこの中に宝物入れる。ああ、れでも電車で行くんですか。あ、そう、電車。電車。これ、駐車場に置きます。ああ、はい、ああ、うん、よし、今日はトラックで行きましょう。必ず何か買う予定なんですか。え、かな、これ用意して、もしいいものがあれば買いますけど、いいものがないときには無駄なお金は使いません、うん、といつも思うんですけどといつも思うんですけど、やっぱり買いますね。そこのコットンマーケットは多分ものすごく大きいマーケットですから、日本の江戸時代のもの、明治時代のもの、大正、昭和、古いものとか、まあもちろんジャンクもですけど、いろんなものがありますよ。見るだけで楽しい。僕にとっては楽しい。どのくらい行ってるんですか、この。この、マーケットは月に1回、第3土曜日、月に1回だけですから、まあ仕事が忙しくて行けないこともあるし、そうですね、2回に1回ぐらいでしょうかね。うん、2ヶ月に1回ぐらいかな。意図的にみんなに言ってますから、 俺はジャンクコレクターだから、なんか言うのがあったら教えてねって言ってるから。田中さん、これディッシュウォッシャーまだ使えるけどいらない？電話かかってくるからね。あ、いるいるっつって、例えばそういう感じ。情報がすぐ集まりますから、自分で言ってます、僕はジャンクコレクターって。使うものはそう 30% ぐらいかな。で、あとは自分で使うものがね、あとは友達にあげる。ああ、それいいね、どうしたの。うん、まあね、ちょっと秘密に手に入れたんだ。いる？あ、欲しい欲しいって言う。じゃあ持ってきてあげるよって、そんな感じ。大和のアンティークはね、遠くは大阪、京都、栃木、埼玉、結構遠いとこから骨董屋さんが来るんですよ。で、いつも来る、大阪から来る人はものすごく大きなものを持ってくるんだ。大きな壺とかね、昔の立派な侍の解体、侍を描いた絵だとかね。いや、よく持ってくるなと思って。遠くから持ってくるにはね、大きなトラックで来ないといけないし、体力もいるから売る人も大変だと思う。で、最近買う人が少ないから、で、売れるものは安いものだけ、1000円とか2000円とかね。だからまあ5万円とか10万円のものはなかなか売れないんで、うん。